日露の問題を何としても自分で手をけて解決したいこういう思いでいらっしゃるんだということを私はプーチン大統領によくお話をしてまいりましたまあそういう意味でお互いの信頼感というのはまずできたというふうに思いますさらに森元総理は北方領土問題の解決に向けプーチン大統領に両首脳がお互いの外交当局に 勝ち負けなしの解決があるか議論するよう命令するぐらいの気持ちでやってほしいと求めたと述べました。これに対しプーチン大統領はうなずいていたということです。